北朝鮮労働党の機関紙労働新聞が論評を出し、米国に向けて米朝首脳会談を望むなら対話の雰囲気に合わせ米韓合同軍事訓練を中断するよう追求した。労働新聞は29日、米朝が慶安問題を解決しようとする意思を抱いて対話に向かっているときに、 米国は韓国と合同軍事演習を行う必要がどこにあるのかと主張した。同志はまた、毎年8月に実施される米韓の合同式ところ演習、オツシフリーダムガーディアンに触れ、米国が韓国で毎年展開する演習は我が共和国に対する先制攻撃と全面戦争を想定したもので、 朝鮮半島の平和と安全を破壊する根源であると非難した。また、交戦中の双方が交渉を宣布した場合、軍事行動を自制するのが国際的慣例だとし、米国が会談を心から望むのであれば、相手を力で威嚇恐喝するかけをしてはならないと強調した。